さあ狩野殿、どうぞわらわをボールキャッチの達人に導くがよい。なぜ俺が。じゃあ投げるぞ。うむ、来るがよい。よはっ。あ、狩野殿、容赦なく来てよいのだぞ。いや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 、本当か。なんだ、もうやめとくか。極意みたいなものはないだろうか。え、ああそうや、ボールは言葉だ、言葉のキャッチボールをしろって野球部の顧問に言われたな。極意と言えるかは微妙だけど、投げる方も練習するか。どっちだし。どうした、うん、はあ、なんだよそれは。わらわは投げぬ、受け取る専門ぞ。意味がわからん。行くぞうん、小太郎また顔面だ。顔面はセーフだ。小太郎くん、ドッジボールのルールわからないのかな。無念ぞ、一つも取れなかったのである。しょうがねえな、今日も特訓してやるよ。すまぬ。いや、どんまい。つうかさ、キャッチできなくても逃げてりゃよくね。それはダメである。あ、友人が投げてきてくれたボールを避けては無視したことになる。は、ボールを言葉と思えと言ったであろう。受ける気がない相手にボールを投げるのはとても辛いではないか。辛いかも。いや、辛かったかもしんねえけど、投げなきゃ投げない分何も伝わらんだろ。その、詳しくは知らんけど、少しでもボールを投げたんなら帰ってこなくてもちゃんと届いてたと思うぞ俺は。